初日11レース特別選抜予選を、勝ち上がりました栃木115期の坂井陽選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回、組み替えがあって、この選抜予選に繰り上がったんですけども、今回武藤選手とラインを組んだことで作戦はどういったことを考えてましたでしょうか。そうですね、シャバ悪かったんで、前でって感じですね。今回の踏み合いを見て、まくった形になりますけども、足の状態とかはどうでしょうか。足ですか、はい、足はまあ、いいですね、悪くないです。いいですか。直近も、西武園、あと高知ですね、決勝に乗っていて、厩舎の方が何試合やっぱり好きとか得意とかっていうのはありますかね。厩舎の好きですね。最後ゴール後武藤選手の背中を叩いてたと思うんですけども、やっぱそれぐらいラインで決められたことは嬉しかったですよね。はい、今回この繰り上がりから勝ち上がりでゴールデンレーサー賞に行くというのはものすごく大きいことかなと思うんですけども、そこはどうですかね。ちょっと大きいですね。また次も武藤選手と、また他この後走る選手と、ライン組めたらいいと思うんですけども、またこの後、ゴールデンレーサー賞準決勝決勝と続くと思いますので、意気込みの方よろしくお願いいたします。お願いします。